新皇后は、前漢の武帝の最初の皇后、武帝のいとこにあたる。母は、武帝の父の慶帝の同母姉の館東皇主流兵。父は、同友皇、陳馬。立刀皇主は娘を皇太子に、主はせようと思ったが、当時の皇太子でおいである、流久氏の母の栗姫が、館東皇主と仲が悪かった。そこで、館東皇主は慶帝に、王夫人の子である。 竜通を褒め、王夫人を皇后、竜通を皇太子にすることに成功した。武帝が即位すると彼女は皇后となり、長愛を欲しいままにしたが、10年以上も子ができなかった。一方で、英ネオが武帝に長愛されたと聞くと、皇后は彼女の死を願い、一族も弟の衛世を連れ去り監禁するほどだった。皇后は呪術を用いて呪い、それが発覚して、 元光5年に廃位された。母の館当公主は名である武帝の同母姉の平洋公主に皇帝は私がいなければ皇太子になれなかったのにどうして我が娘を捨てるのだと聞いたが平洋公主は彼女に子ができないからですと答えた。皇后は子が授かるようにと医者に多額の金を使ったが結局子はできなかった。十数年後に館当公主が死去し、 その数年後には、陳皇后も亡くなった。中国の古典小説、寒武古事では、陳皇后の小技を開けようとしている。寒武古事にはまた、次のエピソードがある。ありがとうございます。